奥さんにも嘘つつききましたもう大嘘つきですよ本当にだってもうあれだもんめちゃくちゃ喋るやつだけど超無口なふりしたもん <laughs> いっつも着てるみたいな感じでその日買った服着てったりしてたもん、ね、アーケード街のこの細い鏡とかにじゃあそこでめちゃくちゃ髪整えたりとか服の感じとかあれして汗とか拭ったりとかしてさちょっと余裕な感じで鼻毛出てないかなとかやってそんな感じっすよでもテンポよくこうボケたりとかもできるけどあえてこう考えたりしてね <laughs> うん、そうだね。うん。みたいなね。<laughs> こっちの方が大変だから。さあ就活なんて余裕ですよ。こんなんばっかっすよ、ほんと。綺麗事じゃないから、恋愛はもうほんとに。だ、ダサいの笑ってもらえるキャラになるみたいなあれっすよ。今日の配信で一番ため逆に。無口な人がおしゃべりを襲うんじゃない。僕はもう溢れるものを抑えることに必死でしょね。もう、だって、あの、モテる人ほど聞き上手じゃん。だけどこっちはさ、 できるだけさ、自分の話したいわけじゃん。<laughs> でも、そんなやつ嫌われるじゃん。ってなると、もう、ぐっとこらえて、もう、ね、聞き上手ですよ。男ならぐっとこらえて聞き上手。どんなこと聞いたらあっち喋ってくれるかなみたいな。本当に話したいさ。あの、プロレスの好きな技の話とかさ。<laughs> 好きな武将の話とかさ。新元気の巨人の今後の展開とかいろいろ喋りたいじゃん。でも、そんな絶対興味ないから喋って。 ってなるとあっちが興味あるさ。うん。そうだね。あ、分かるわ。ああ、そういうとこあるいや、確かに似合うね。とかかう <laughs> 相手の位置に対して少なく見積もっても十は言いたいことは言いた分かる。そ,うそれをグッとこらえて、ね。自分が1言うことで相手が十言いたくなることを探すんだよ。この話、今、奥さん聞いてます。聞いてますね。バレてますからね。すぐメめっきげましたから。 こんな喋るやつだったんだってばれましたし。最初何考えてるかわかんないって言ってくれてたんですけど、今もう全部バレてるっていう。まあ、僕に関してはもう LINE も見られてますんでね。パソコンと同期してる LINE がね、うん。キャバ嬢の営業 LINE に嫁さんがスタンプ返してやつするんでね。しょうがないですよね。みんなで えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカー戦術的なこととか、いろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。